フラッシュバックは1992年にイギリスの US ゴールドより発売されたアミーガ用アクションアドベンチャーゲームである。銀河連邦調査局の調査員である主人公のコンラッドハートを操作しエイリアンに支配された地球を救出することを目的としている。横スクロールによるゲームシステムとドットエでの非常に滑らかなアニメーションパターンが売りとなった。同社の作品。 アウターワールドのゲームシステムの流れを組んだシリーズでデモ画面での演出は 2D ポリゴンによるものとなっている難易度はいわゆる妖芸と称されるゲームの例に漏れず非常に高い難易度を誇るステージは全6ステージ開発はフランスのデルフィンソフトウェアが行いスタッフはパソコン用ソフトフューチャーウォーズ時の冒険者やクルーズ4 エイコープスを手掛けたポールキュイセガディレクター及びシナリオ、ジーン・ボードロが音楽を担当している。オリジナルは、フランスのゲームメーカー、デルフィンソフトウェアによって、アミーガ用に開発され、後に、北米や欧州では、PC、AT5 換気、エイコーン・アーキメディーズ、CD、I、メガ CD、アタリ・ジャガー、マッキントッシュに移植された。日本ではサンドゥ、FM タウンズ、 PC-9801 のほサ3ソフトから、メガドライブ、スーパーファミコン版が発売された。その後も2009年に iOS、2017年にドリームキャスト、2018年に任天堂ス e n d o に移植された。スーパーファミコン版は、ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューにてゴールド電動を獲得した。西暦2142年。 銀河連邦調査局の調査員、コンラッドハートは、発明した、分子濃度計測スコープの実験中、スコープに映し出された数値が通常より高い値を、示している人間を発見する。それが、密かに地球人に化けたエイリアンであることを突き止めたが、その直後に、恋人のソニアは姿を消し、同時に何者かの監視の気配をも感じていた。 新編の危険を感じたコンラッドは、事実を政府に通報するため、友人のイアンのもとへ向かった。だが、彼は、気がつくと、すべての記憶を失った状態で、土星の衛星タイタンにいた。やがて、彼はエイリアンが主催するテレビ番組、デスタワーに参加し、なんとか生き残ってみせるが、その時点で地球のエイリアンの数は増えていた。本作は、日本国内では、 スーパーファミコンとメガドライブの2機種で発売されたが、ハード面等の違い等により微妙に差異がある。2013年にオリジナル版を手掛けたクリエイターたちが再集結して、制作されたリメイク版が、Xbox Live Arcade と PlayStation Network と Windows PC でのダウンロード配信専用ソフトとして、UBI ソフトから発売された。これとは別に、 2018年8月9日から、Nintendo Switch にて、サポート機能や、アレンジモードなどが追加されたリマスター版が 3G から、配信開始された。本作のディレクターを担当した、ポールキュイセイ枠。本作は当初は、メガドライブ用ソフトとして開発されていた。また、ブレードランナーや、トータルリコール、バックトゥザフューチャーなどの映画や、フィリップイ・ディック、 フランク・ハーバート、オーソン・スコット・カードなどの SF 作家に触発されて、制作された。キュイセは、ファミ2とのインタビューの中で、本作は開発チームにとって様々なアイデアを試す、場だったと振り返っている。また、キュイセらの手元には、テンプレートと呼べるものがなく、すべて一から作り上げる必要があったため、当時の16ビットのゲームの中でも異質な仕上がりに、 なったと彼は述べている。キュイセは、リマスター版の開発に踏み切った理由として、本作がユニークなゲームプレイ体験を提供してくれる、ことを挙げており、ニンテンドースウィッチをプラットフォームに選んだ理由については、レトロゲームの楽しさをプレイヤーに伝えるのに完璧である、と、ファミ通とのインタビューの中で述べている。リマスター版の開発にあたり、オリジナル版のソースをもとに、 開発チームは1992年に発売されたバージョンを再現しており、グラフィックはパソコン向けに販売されていたバージョンとスーパーファミコン版を元にした。プラットフォームの性能向上により、オリジナル版に存在していた技術的制約は解消できた一方、今日のコンピュータゲームの水準に合わせるのには苦労したと、キュイセはインタビューの中で振り返っている。キイセは オリジナル版の難易度の高さを認識している一方、難易度を変更すると、ゲームプレイに影響が出ると判断し、巻き戻し機能を導入した。ゲームクリエイターの菅五一は、本作のファンであると語り、特にゲーム中に食案に行き収入源を得てから、ミッションに臨んでいく、現実世界に即した面に感銘したという。 自身が手掛けたノーモアヒーローズのバイトミッションは本作に影響されて制作したと語っている。ありがとうございます。